今日も終盤は追い風が強くなっていよいよ最後の準優勝戦の時間を迎えました。ただいまから第12レースを行います。対戦メンバーは1号艇東京の渡辺豊、2号艇群馬の菊池峰春、3号艇香川の平池仁、4号艇山口の水永照夫、5号艇群馬の加瀬智弘、6号艇埼玉の後藤博史、以上の6名です。2号艇の菊池峰春、本番ではピット離れがちょっと遅れてしまいまして、一番外側につけています6コース回りとなりそうです。ここの12レースの準優勝戦はパワー対決となっていまして、1号艇の渡辺豊、その中でもモーターは無敵です。ここの敵はこの追い風でしょうか。イン1コース、そして2コースが3号艇の平池となります。伸び上々の35号機です。今日の前半は2コースから差しが決まっています。そして3コースに4号艇の水永照夫、今節のスリット未強といえばこの4号艇の水永、後ろに引っ張りました角3コース、そして5号艇の加瀬智弘が4コース、その横から狙っていきます。6号艇の後藤博史は5コース、6コースになって2号艇の菊池です。進入体系は2対4と分かれました。インコースから1番3番4番5番6番2番の並びです。スタートしました第12レース、3コースから4号艇の水永の方が好スタート。1号艇それでも伸ばしていくか。まずは1号艇の渡辺豊がインからゆっくりと回って、4号艇が大きく失速、その懐をすり込んだ。5号艇6号艇2号艇と旋回です。4号艇の水永の接触は大きく影響を与えたようですが、それでも6番と2番差しています。スターター選定正常でした。1号艇の渡辺豊トップ、そして2番手が2号艇の菊池と6号艇の後藤、一緒にマークは1号艇の渡辺豊、2番手2号艇の菊池が回って差しは6号艇の後藤です。いい差しで迫ってくるも、2号艇の菊池が残す、6号艇の後藤は差す。6番と2番の2番手争いは続きます。レースはこれから2周目に入ります。2周1マーク、先頭は1号艇の渡辺豊、そして2番手争いからは6号艇の後藤が行きまして、2号艇の菊池もいいまくりを見せるが、ここは6号艇の後藤の方が前を行きます。2番手少しリードを取ってきた6号艇の後藤博史、3番手2艇身後ろになって2号艇の菊池峰春、上位の3艇1番6番2番です。2周2マーク、1号艇の渡辺豊がトップ、続いて6号艇の後藤が2番手、3番手は2号艇の菊池、ここはあまり攻めきれず3番手です。上位の体型1番6番2番と変わらず、レースはこれから最終周回です。後方は4番手が5号艇の加瀬智弘、5番手が4号艇の水永照夫、最後方が3号艇の平池仁、最後のバック1号艇の渡辺豊、しっかりと陰線を仕切りました。2番手争いからは6号艇の後藤が2番手をキープ、3番手2号艇の菊池162、この組み合わせ3連単のオッズ 60.9 倍を示しています。4番手以降は5号艇の加瀬智弘、4号艇の水永照夫、最後方は3号艇の平池仁、ラストコーナー堂々と戻ってくる1号艇の渡辺豊、そして2番手が6号艇の後藤162で間もなくゴール、先頭1番渡辺豊ゴール、6番後藤ゴール、2番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、ラストで3番が今ゴールインです。